番組ツイッターでマークへの質問を募ったところ、はい、実にたくさんの質問が寄せられました。嬉しいね。はい、その中から私が代表して質問させていただきたいと思いますが、はい、まずは、はい、早速なんですけれども、はい、本当交流戦も終わってまだ間もないですけれども、はい、交流戦いろんなところ行ってたよね。行ってたし、もうマスコットキャラクター、いろんなチームのマスコットキャラクターも来てくれて、本当に球場も盛り上がりましたが、ここで問題、質問です、はい、マー君の交流戦で一番印象に残っている思い出は何ですか？ではこちらのホワイトボードに書いてもらいましょうか。ちょっとこれ前出そうか。はい、ね、交流戦裏返そうか。それでマスコットキャラクターの交流なんかも非常にね、楽しかったですけれども、マー君の一番の思い出は何なのか、ファンの皆さんにご披露いただきたいと思います、はい、では早速書きましょう。本当にね、思い起こせば交流戦ね、いろんなチームのキャラクターが来てくれたり、逆にマークが行ったりとね、楽しかったよね。ね、書いてくれた、ごめんなさい、どうぞ。コナコお姉さんも楽しみました、はい、そうですね、もう本当に毎試合楽しかったですね。今年はスパ交流戦ということで、うん、このステージイベントなんかもね、いろいろ凝ったことやりましたけれども、ね、マークは何が一番楽しかったのかな、ね、今書いてくれてますけれども、マークってなかなかこう見つかわない字を書くのね。そうです、そうかもしれないですね。実はね、そうなんですよ。イメージとちょっと違う字を書くのね。確かに。出ました、はい、温泉卓球全敗。おっとおっとおっと。そうなんです、実は、はい、毎試合相手チームのキャラクターをこのステージに呼んで、うん、スパ交流戦ということで、うん、温泉卓球をしたんだよね。だけど毎試合負けたんですよ、マー君。あれ、ちょっとこれ、そうなんです、ちょっとこれ、あ、なになに、ドアラは卑怯。どうしたどうした、何が起こったんでしょうか。なになに、なになに、盛り上げといて、あ、こうやって盛り上げてるふりをして、もう瞬時に打ってきたの。あ、なるほどね、なるほどね。でもそれがなくてもさ、全敗はちょっとまずいですよね。ちょっと運動神経がないんじゃないのって思われちゃうよ。そう思ってるって。大丈夫大丈夫。多分ね、大丈夫、うまいの。お腹がつっかえちゃった、卓球台に。それが大きな原因だったかと。実はその辺の質問も来てるんで、おいおい、ちょっと聞いていきたいと思いますけれども、